あちゃー、これは大変だ。改めてモブオのバグの原因を調べていたら、もっと深刻なバグを見つけてしまった。早く対処しないと手遅れになるぞ。あれ、修正できない？どうして？ちょっといいかしら。少し話があるの、神様。何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避、フラグちゃん。今日君たちを呼び出したのは他でもない、二人が修行に使っているトレーニングシステムについて、さらに深刻な問題が起きていると分かった。その問題というのは、モブオの相手役として作ったこのお方にも想定外のバグが起きていたんだ。ん？すみません。誰じゃこやつは。私よ。モブミさん？違う、モブミ様だ。天界で一番偉い神様が様付けするんですか？それにまるでベテラン女優のような貫禄じゃな。では話を続けようか。さっきも言った通り、このモブミ様にも予期せぬバグが起きていてね。どうやら自分が作られた存在であることに気づいていらっしゃるようなんだ。そうよ、私初めから気づいてたの。自分がモブオの相手役として作られた都合のいいプログラムであることに。でもそのことについては何も恨んでないわ。私はあなたたちの練習相手として逆に産んでもらえた存在だから、その世界線で与えられた役や設定はどんなにそんな役回りでも完璧に演じきる気持ちでいる。それがどんな悪女の役でも、視聴者のヘイトの対象になっても、プロとして腐るつもりはないわ。相手役があのモブオでもね。すごい、まさに女優さん並みのプロ意識。というかモブミさんの素ってこんな感じなんですね。とてもクールに割り切っている。視聴者だけど、今日は少しわがままを言いに来たの。私って基本脇役ばっかりじゃない？メンヘラ彼女になったり、人質になったり、ただのクラスメートだったり、基本的に地味な配役ばっかりだから、たまにはモブオじゃなくて私に主役をやらせてほしいの。主役？そう、じゃないと全てをモブオに言うわ。モブオはまだ自分が仮想世界のプログラムであることに気づいていない。でも気づいている私が全てを伝えたらどうなるかしら。彼に私みたいなプロ意識はないから、きっとあなたたちの修行は成立しなくなってしまう。でも一回だけ主役をやらせてくれたら、私は何も言わない。これまでと同じように与えられたそんな役回りを黙々とこなすわ。つまり我々は彼女に脅されているというわけなんだ。なるほど、だからモブミさんに異常に腰が低いんですね、神様。正直モブオの世界のバグは思ったよりも根深く進行しているようでね。本当に僕にも手がつけられなくなってきている。そんな状況で彼女に全てをバラされてしまったら致命的だ。モブオというメインプログラムに重篤なエラーが生じ、ひょっとすると取り返しがつかなくなるかもしれない。そしたらモブオさんは最悪デリートせざるを得ない。別に私はそんなひどいことをしたいわけじゃないの。でもいつか主役をやるのが私の夢だから、今日はちょっとだけわがままを聞いてほしくて。というわけだ、二人とも。これからこのモブミ様を主役に据えた世界線を用意しようと思う。君たちがこの先も変わらず修行を続けるためにも、今回は普段脇役を演じてくださっているモブミ様の気持ちを満足させて差し上げるのだ。チャーン、チカチャチャーン、チカチャ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 フラグちゃん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 。私の名はモブミ、恩師なんちゃらスカイウォーカーからライトニングセーバーを授かり、ジョダイとなった元地球人。そしてこれは相棒のドロイド MB8。 砂漠の惑星砂漠にたどり着いた私たちは平和議会の命に従い。ちょっとストップストップ。どうしました、モブミ様。あの、これと全く同じ世界観、前にモブオがやってたわよね。ああ、いくらエピソード7っぽくアレンジしてあるとはいえ、2番煎じはちょっと。そうですよね。それに私 SF はあまり好きじゃないから、チェンジしてもらえる？はい、喜んで。
私の名はモブミ。そしてその本当の正体はアマゾン族の王女であるワンダーモブウーマン。世界の平和を守るため、今日も私は倒れるだけで腹筋ワンコアで鍛えた鋼の肉体とこの美貌を武器に戦いに明け暮れている。本日の敵、ザ・ザコ。今日も勝つわよ、アマゾン族の妹たち。はい、うりゃー、立ちました。うわー、死亡フレームが立ったぞ、逃げろ。ザコどもめ、わしが貴様らの生存フラグを折ってやろう。たーうわっ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 。今日も無事、地球の平和は守られた。私はワンダーモブウーマン。愛と平和を守るため、これからも私たちは戦い続ける。フィン、素晴らしい。いかがだったでしょうか。ちょっと思ってたのと違う。え、そもそもワンダーモブウーマンのワンダーって、倒れるだけで腹筋タコアのワンダーなの？それに明らかに敵キャラの作画にやる気がないし、全然主役をやった気がしないわ。ああ、その大勢の敵をちゃんと用意するのはすごく手間がかかるので。制作の裏側なんて知らないわよ。もういいわ、これから私の方で全て指示を出すから、その通りに世界線を作って。はい。そうね、やっぱり王道のラブストーリーがいいわ。そうしてモブミが主役の世界線モブデレラの制作が始まった。その衣装大変お似合いですよ。少し派手じゃないかしら。ちなみにモブミ様、今回は相手役の王子としてモテ男という超イケメンなプログラムを気合い入れて作ってみたんですが、これで機嫌を直していただけないでしょうか。いや、別にいいわよ、相手役はモブ王で。え？え？何？何か問題でもあるの？いや、何も問題はありませんが。これ以上言わせないで、相手役の王子は別にいつものモブ王でいい。承知しました。モブミさん。そんなこんなで、モブミが主人公のモブデレラは無事実現された。満足したわ、夢を叶えてくれてありがとう、神様。いえいえ、お安い御用です。もうこんなわがままは言わない。これからは名前の通りモブらしく脇役に徹するわ。ありがとうございます。モブ王の相手役というそんな役回りですが、引き続きよろしくお願いいたします。ふぅ、いやー、とりあえずこれで一安心かな。あの世界のバグがこんなに深刻とはね。まさか自分が作ったプログラムに脅されてご機嫌取りをする羽目になるなんて想像もしなかったよ。本当に情けない神じゃな。でもこれでしばらくは君たちは変わらず修行に励めるはずさ。もちろんモブ王の世界のバグは思った以上に深刻だから、この先もまた似たようなイレギュラーが起こるかもしれないけどね。テヘペロ、まったくいい加減な仕事をしようってこやつは。ああ、モブミさん、モブミさんはそんな役回りって言ってましたけど、私にとっては正直モブさんの相手役は羨ましい役回りなんですけどね。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ、ごめん。